太平洋の荒波をがっしりと受け止めるようにそそり立つ断崖絶壁。岩手県宮古市から北の陸中海岸が直線的で豪快な海岸線を描きながら青森県境へと伸びています。そして海岸線のすぐ背後には南北200キロ、東西70キロに及ぶ広大な山地、北部北上山地が広がっています。北上山地の北部一帯は断崖で海と隔てられ、深い山々に交通の道を閉ざされています。この険しい地形に厳しい気象条件が加わって、北部北上山地は長らく秘境の一つに数えられてきました。しかし最近はレジャーブームに乗って、夏ともなると山の魅力を求める都会の若い人たちの姿が目立って増えてきました。この学生たちは関西のある大学の探検部員、3年にわたって夏ごとに鍾乳洞の調査を続けています。キャップランプの光を頼りに穴をくぐり、岩場をよじ登り、一歩一歩足元を確かめながら延長2000メートルの暗黒の洞窟内を進むスリルは、まさに探検の名にぴったりです。深いな形の鍾乳石や石筍の連なりは、自然の力の偉大さ、不思議さ、そして何百何千万年という気の遠くなるような時間の厚みを感じさせます。学生たちの活躍もあって、ここ岩泉町飛鳥地区では近年70数個の鍾乳洞がその全貌をほぼ明らかにしました。その中には日本一の規模を持つ鍾乳洞も含まれているということです。北上山地はまだ未開の魅力を多くその中に秘めていると言えるようです。ひんやりとした洞窟の中では、深い静けさの中で鍾乳石から滴り落ちる水滴が澄んだ水面にいつまでも波紋を広げていました。山また山の北上山地では林業は主要な産業です。国有林の伐採事業が山地を分け入って奥へ奥へと進められていきます。の現場の近くで炭焼きの山崎さん一家を見かけました。全国有数の木炭生産地であった北上山地も、最近は木炭の需要が大幅に減少し、また生炭に適した木が少なくなったことから、従事する人の数もめっきり減ってしまいました。山崎さんはこの頃ではもう珍しくなった専業の炭焼きです。真夏の炭窯の中は
入っただけで汗が噴き出すような暑さですが、月に2回焼き上がるこの炭が山崎さんの収入のすべてです。暑さに負けてはいられません。雑木を切り倒し一定の長さに切り、炭窯まで運び下ろして釜入れとなります。炭が焼き上がると俵に詰め、引き取りに来る業者に渡します。炭が焼けている間にも次の原木を用意しなければなりません。炭焼きの暮らしは一年を通じて激しい労働の連続です。山崎さん一家にとって夏休みは遠い国の話です。山崎さん一家は2年か3年ごとに新しい山を求めて移動します。新しい炭窯を築き、住まいも作らなければなりません。山崎さんが何よりも頭を悩ませるのは、学校に通っている2人の子供のことです。山崎さんも真剣に将来のことを考え始めています。住む焼いて、まあ仮の名前にジルジルの、まあようよう出すんだな、1ヶ月な、まあ生かせにしてもそれよりはまず多く取るね、まあどこで誰も知っております。まあ私らの家は、まあ、一人子を持った息子を、まあ、大変だわ、取るでそうやって泣いて、まあ大工がなんかまあティッシュを鳴らしてやな考えています、2年間住み慣れたこの場所も10月には引き払うことに決めたそうです。こんな不便なところでも住めば都で、なんだか名残惜しい気がします。山崎さんは話していました。早朝の日差しを浴びて子供たちが牛を追っています。川を渡り山を越えて、乳牛は高原の牧場へ追い上げられていきます。本土の高知酪農の草分けといわれる岩泉町では、昭和の初めから酪農が盛んです。自然条件が高知酪農に適している上、山岳交通の手段であった牛馬を飼育した長い伝統がものを言っているのです。標高1000メートル、美しい周囲の展望と爽やかな大気に恵まれた早坂高原にある放牧場は、岩泉町が経営する町営放牧場です。町民は1頭1日50円の料金を払って乳牛を預けます。一つよろしくお願いします。牧夫さんに丁寧に挨拶して、親子は安心して帰って行きました。牧夫の田代さんは63歳、麓の農家のご隠居さんですが、夏の間だけ町に頼まれて牛の見回りをしています。預けられたホルスタインは豊富な牧草を腹いっぱい食べ、甘い高原の空気をいっぱいに吸って、秋まで体を休めるのです。高原を渡る風が秋風に変わり、
その風が冷たさを加える9月下旬まで田代さんと乳牛の優雅な日々が続くのです。3000頭の乳牛を持つ岩泉町では毎日どこかで子牛が誕生しています。生まれて3時間目の子牛は元気いっぱい、今にも走り出しそうな勢いです。一心に子牛を覗き込んでいるのは八重樫博明君。去年地元の中学校を出たばかりの少年ですが、牛にかけては大人にも引けを取らない一人前の酪農家です。博明君は朝の草刈りから一日3回の乳搾りまで7頭の牛の世話のほとんどを一人で引き受けています。博明君は牛が好きで、就職も高校進学も頭になかったそうですが、中学校の同級生たちはその大半が就職や進学で町を去っていきました。乳牛の町に育って牛に一生をかける仲間のいないことを博明君は残念に思っています。博明君は去年初めて共進会に自分の牛を出してみました。見事金賞を獲得して、博明君は一層の自信と希望を得ました。日本一の牛を作るために審査技術も学びたい、酪農の専門的な知識も得たいと、博明君は今暇を見ては勉強を続けています。見事な乳牛が博明君の牛舎をいっぱいにする日もそう遠くはないでしょう。国鉄八戸線の終点久慈市は北部北上山地のただ一つの市であり中心でもあります。久慈の駅前広場が大きな荷物を担いだおばさんたちでにぎわうのは三の日と八の日。この日には名物久慈の朝市が開かれるのです。久慈市のメインストリートに沿って早朝からおばさんたちがそれぞれささやかな店を張って、朝市はなかなかの活気を呈します。いつもは150軒余りのお店で繁華街もいっぱいになるということですが、この日はあいにくの雨でおばさんたちの出足が少々悪いようでした。新鮮な野菜は産地直送というわけで町の人には人気があり、売れ行きは上々です。山に住む人たちにとっても都会に出るのは楽しみの一つ、朝市はその良い機会です。こちらは海の幸、海岸部から集まってきたおばさんたちの店です。朝市は産地と海岸、町と周辺部の交流の場であり、おばさんたちにとっては小遣い稼ぎを兼ねたレクリエーションの場でもあるわけです。さてそろそろお昼時、父ちゃんに土産の焼酎でも買って帰ろうか
おばさんは大きく伸びをしました。北部北上山地の海岸部は地形の上から港に恵まれず、漁業は昔から零細な磯漁業に限られてきました。富士市の小袖に住む崎山中さんはもう50年以上海女として活躍してきたおばあさんです。おばあさんは今でももちろん現役で仕事を続けていますが、このところ暇を見ては子供たちの指導に熱を入れています。小袖の海女は日本でも最も北で働く海女として長い伝統を持っていますが、崎山さんはその伝統をいつまでも残したいと念願しているのかもしれません。たまりかねておばあさん自ら模範演技を示します。とても71歳とは思えない崎山さんの若々しい仕事ぶりに、厳しい自然と戦う漁民のたくましさがにじみ出ているようでした。磯漁業から生まれた南部潜りの伝統と技術はまた今日形を変えて若い人たちに受け継がれています。久慈高校種市分校には全国でただ一つの潜水区の養成機関潜水工業科があります。明治20年代に地元の一人の青年が近代的な潜水技術をアメリカから学んで以来、種市町は特異な潜水区の町として栄えてきましたが、戦後潜水学校が設けられてからは全国から若い人たちが集まり、種市の潜水技術はさらに広い範囲に広がりつつあります。今日の実習は1学期の総仕上げ、生徒も張り切って潜水を始めます。1年間の教育で30メートルの深さまで潜るようになるそうですが、1学期の終わる今は約10メートル、潜水が楽しくてしょうがない時期だということです。海外の国々で港の建設、沈没船の引き揚げ、海底の調査など、さまざまな仕事と職場が生徒たちの活躍を待っています。7月も半ばになると、沿岸の漁村地帯では毎日の天気と気象条件に細心の注意を向け始めます。ワカメ漁が始まるからです。はい、晴れ時々曇り、はい、風向きは、はい、風力3、はい、はい、それから干潮時ですね、はい、6時30分、はい、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、どうも。気象条件を判断し組合長が解禁を決定するのです。作業開始が4時、それから終了が30分延長して7時半で、そういうことで口上げすることに決定します。ね、いいね、はい。組合員の皆様へワカメの口上げについてお知らせいたします。明日はワカメの口開けでございます。
作業開始は午前4時、作業終了は7時30分でございます。作業開始の合図はサイレンを持って行います。一斉に始まりました。大人も子供も男も女も老人も総出で磯に集まっています。壮麗な太平洋の日の出にも目を向けるいとまはありません。限られた時間の中でいかに多くのワカメを取るか、それだけが大事なのです。男は手漕ぎの船で、女子供は磯を歩いて、3時間余りの真剣な戦いです。この地方では、ワカメ漁が最も多くの収入をもたらします。しかし、ワカメ漁が許される日は、1年を通じて7月中に6回あるだけです。今日は今年最後の解禁日。この3時間半が漁民の今年の暮らしを左右するのです。総勢100隻を超える小船はワカメ漁の主力です。収穫の多い少ないは船の男たちの腕にかかっています。左手で櫓を操りながら、右手の鎌で海底のワカメを刈り取るのですが、波に浮かぶ箱メガネを覗くためには口と額を使って箱を固定しなければなりません。ワカメ取りは朝の海に小舟が波間を漂う市場とは全く裏腹な厳しい労働なのです。午前7時半のサイレンを合図に作業は終わり、ワカメを満載した船が相次いで浜辺に帰ってきます。浜辺では一家総出のワカメ運びです。口明けの日には小学校中学校も臨時休校で、子どもたちも精一杯手伝うのです。それぞれの区画の中に広げられます。真夏の太陽が夕方までにワカメをすっかり乾燥させるのです。これで今年のワカメ漁も終わりです。忙しさの中にもなんとなくほっとした感じが浜辺を包んでいました。仙台から八戸、北上山地を南北に貫く国道45号線工事が今急ピッチで進められ、最後の仕上げを急いでいます。105メートルという日本一の高さを持つこの真木沢橋が、交通路に悩む北上山地に大きな力を与えようとしています。真木沢橋は厳しい自然条件を克服していこうとする北部北上山地の一つの象徴のように思われました。